皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回は東東京の勢力図に続きまして、西東京の勢力図を見ていきたいと思います。まずは西東京の区分けから見ていきたいと思います。東京23区では世田谷区、杉並区、練馬区、そして24の市と西多摩郡で構成されています。また西東京に所属する市には大会で使われる公営球場がある場所が多く、また昨週のブロック予選では西東京の学校のグラウンドが約9割使用されています。長年愛されてきた神宮第二球場が昨年で終わり、東京都の高校野球を運営していく上で西東京の公営球場、学校グラウンドは大きな役割を担っています。そんな西東京の勢力図、トピックをコーナー別で紹介していきたいと思います。まずは過去5年の決勝のカードから見ていきましょう。東海大菅生は2014年から4年連続で決勝に進出しておりまして、この5年間を境に勢力図が大きく変わっているのではないかと思います。その勢力図については次のコーナーで解説したいと思います。このカードのうち、まず第一勢力に入ってくるのが日大さん、早稲田実業、東海大菅生の3校です。西東京といえば近年早稲田実業と日大さんがライバル争いを繰り広げており、両校の対決になるとスタンドはほぼ満員になっていました。その2校に割って入ってきたのが東海大菅生です。2017年の、夏にですね、東海大菅生はまず日大さんを、準々決勝で破って、決勝で早稲田実業を、破って甲子園に出場して、でそこで甲子園をベスト4と、非常に、この年を境に、東海大菅生の第一勢力の方に上がったのではないかと思います。第二勢力は国士舘、創価、日大鶴ヶ丘、国学院久我山の4校です。国士舘は、2018-19年と、2年連続で秋の大会を優勝しています。この安定感は本当に素晴らしいものがありますし、さらに甲子園出場を重ねていけば、非常に第一勢力と取り上げる日も近いと思います。続いて創価ですね、対戦した学校の監督さんとか指導者さんと本当に強いと、全国レベルという評判です。やはり実際に試合見てても本当に投打に戦力が揃っています。日大鶴ヶ丘はですね、2018の決勝戦で、日大さんに非常に競った試合をしたように、やはりですね、伝統校、強豪校と、毎年激しい争いをしていて、非常に投打で、パワフルな選手を、輩出する傾向があります。そして國學院久我山はですね、昨年は非常に勢いに乗った形で、久々の甲子園出場を果たしました。で、前橋久我山を破って非常に勢いのある、本当に楽しみなチームです。続いては第三勢力に参ります。第三勢力は桜美林、都立日野、厚生学園、八王子、そして日大2の5校です。桜美林は、去年の夏に、日大さんを破って、ベスト4まで勝ち進みました。そしてですね、厚生学園は2010年の夏、2017年の秋に、大会準優勝、そしてですね、やはり、投打ともにパワフルな、チームを作り上げるのが、魅力です。そして日大2は体作りを力入れていて、夏にかけて非常に破壊力抜群の打線を作り上げています。2016年の夏に甲子園初出場の、八王子はですね、毎年守備型のチームを非常に作り上げてですね、非常にきめ細かい野球をしていて、本当に面白い、見てて面白いチームです。ここまで紹介した12校のうち、私学は11校、都立校は都立日野の1校です。私学の勢力が強い西東京ですが、都立だけの勢力図を見るとこのような形になります。A クラスが都立日野、都立片倉、都立豊玉、 B クラスが都立東村山西、都立練馬、都立昭和、 C クラスが都立立川、都立国立、都立杉並、都立総合高校です。
第一勢力の指導者の方が非常に有名な方が多くて、まず都立日野の教団の作りチームを作り上げ、都立片倉の宮本監督が非常に個性的な選手を育て上げる、方で、そして豊玉の平岩監督も非常に毎年結束力のあるチームを作り上げて、非常に、夏にかけて非常に強くなる強いチームです。そして最後は近年頭角を現している新栄校を紹介していきたいと思います。紹介していくのは昭和第一学園と啓明学園の2校です。そうですね、両校とも、春と夏の大会で去年見たんですけど、まず昭和一学園は非常に、シートノックとか選手の、肩の強さとかそういう身のこなしを見てもやっぱり本当も強豪校と負けないレベルに達しているなと非常に感じます。そして啓明学園というのはもともと本当に一から強くなった学校でして、その中でも本当に選手の底上げができていて、特にその今年3年生を迎える大塚君は非常に、過去のある速球を投げる楽しみなピッチャーです。いかがだったでしょうか。今回は西東京の勢力図を紹介していきました。実力校が多く群雄割拠の地域であることが分かったと思います。これから勢力図はどのように変化していくのか、そしてまた新たな勢力は出てくるのか注目していきたいと思います。そして最後にお知らせです。今回高校野球 .com ではオフィシャルグッズの販売を開始いたしました。モバイルバッテリーやステンレスボトルなど日常から使える商品をですね、合計5つ販売させていただいております。EC サイトもオープンさせていただきまして、この動画の概要欄に URL を貼っているので皆様ぜひご覧ください。